にちは、みなりんです。今回も部屋改造企画パート3をやっていきたいと思います。今日のスケジュールはこんな感じです。今日紹介していく商品は吸音材とフロアタイルを紹介したいと思います。まず作業が大変な吸音材からここの壁に貼っていきたいと思います。吸音材を壁に貼るにあたって必要になってくる商品があるんですけど、このマスキングテープと両面テープがあれば壁に貼ることができます。まずは両面テープを壁にくっつかないようにするためのマスキングテープを壁に貼っていきます。今デスクの高さに合わせてマスキングテープを貼ったんですが、デスクが作業の邪魔になってしまうので一旦どかしていきます。で、今から吸音材を並べていきながらマスキングテープと粘着テープを貼っていきます。今回購入した吸音材はこちらのブボスというメーカーの吸音材を買いました。このように真空パックみたいな感じで送られてくるのでメンテナンスが必要なんですよね。そのメンテナンスが今終わらせられないので、事前に終わらせておいた商品を紹介します。合計でこのぐらいの厚さのある12枚セットがあるので、まずこちらを壁に貼っていきたいと思います。これあれだね。スポンジに貼っちゃうと、この両面テープのここが取れなくなっちゃう。あ、取れた。取りづらくなっちゃうので、最初に壁に両面テープを貼って、そこにこうスポンジ、吸音材をこうやってペタってやった方が効率よくなりますね。そうだね、なんか両面テープを貼った面が柔らかいとここが全然剥がれないね。はい、ちょっと雑ですけど両面テープを貼り終わりました。それで次は今下の面なので、次は上の面とここの横の部分を貼っていきます。吸音材の高さに合わせてマスキングテープを貼っていきます。僕はこの交互に模様を貼っていきたいと思います。こうね、縦横縦横ってちょっと画角を調整しながら撮るってなると1日かかりそうなぐらい、大変なので、ちょっとカットさせていただきます。では吸音材完成までカット。今ここまで貼り終わったんですけど、すごいことに気づいて、残り1枚貼ろうとしたらめちゃくちゃぴったり貼れるんですよ。すごくないですか。っていうだけの報告でした。はい、今吸音材が貼り終わりました。で、次にねフロアタイルを購入したので、こちらも紹介していきたいと思います。こちらの商品ですね、マキノラボズっていうメーカーのフロアタイルなんですけど、1畳で15キロぐらいあるので、今回2セット買ったので、まずこれを床に敷いていきたいと思います。今回買った柄はストーンタイルっていう、こんな感じの石っぽい柄のものを買いました。購入して床の色をすぐ変えれるっていうところがかなり楽でいいなと思って購入しました。結構ね、素材もこんな感じで結構丈夫な素材なので、歩った感じも変わると思いますね。1セット約1畳なんですけど、2セット買ったので約2畳ですね。これを置いていきたいと思います。はめ込む時はこの白い部分が少ない方を、こうやって見ると分かるんですけど、白いのが少ない方をこっちの多い方にこうやってこの隙間にこう入れ込むようにすると、ほら分かるかな、こうスポッてこうスッてやると、こう説明書を見ていただけると分かるんですけど、斜めに差し込んで隙間なく押し込みながら倒すとカチッとはまります。とにかく
隙間に入れるとピタッてはまるので結構作業は簡単だね。これはとりあえず床は簡単なので全て置いていきます。はい、フロアタイルが敷き詰め終わりました。作業はね、一旦すべて終わったのでデスクを一回戻したいと思います。いや、めっちゃいいね。結構良くなりました。壁とか床の大きい部分を変えるとすごい印象が変わりますね。それでフロアタイルを敷いてみて思ったことが、ちょっと見えづらいんですけど、この3枚は1列だけを敷き詰めるだけで終わるんですけど、ここの部分に関してはこことここをはめないとダメなので、最初にこの短い部分を最初にはめ込んだ後に、この長い面ですね、ここの長い面にはめ込む形です。ミスってしまうとここに力ずくでやっちゃうとこういう風に白くなっちゃうので気をつけてください。ゆっくりやれば全然大丈夫だと思います。あと一番すごいなと思った点は、端から貼っていってここがぴったり、これ切ってないんですけど、もう計算され尽くしたんじゃないかっていうレベルでぴったりはまりましたっていう感じですかね。そんな感じで壁の色と床の色を変えるとかなり雰囲気はガラッと変わるので良かったです。床は結構値段いっちゃうんですけど、値段相応の商品っていう感じでした。次回紹介する商品は机の下ですね。机の下は結構配線散らかってるので、配線の処理とこんな感じで、今上の壁の部分が余っちゃってるので、中心の部分には時計を置こうかなと思っています。いかがだったでしょうか。皆さんが見たい商品も紹介しようと思っていますので、よかったらコメント欄に書いていってください。動画の作り方などもアドバイスなどありましたらコメント欄に書いていってください。最後までご視聴ありがとうございました。もし壁の色と床の色を変えようと思っている方に参考になっていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。Bye bye. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra draw, yeah.